で藤川さんっ全く同じ戦法をやって石丸さんにこうスポットはまったリアルでやったことをネットにフィードバックするのが早かったんですなるほどでそれは YouTube の収益構造にすごい近いものがあってあれ石丸さんでこうタイトル入れるとね数字取れるらしいんですよ数字になるから広告料を稼げると広告料を稼げるから人が来ると結局ね彼女は行角なんですよね彼女が閣僚の時に行角に成功したのかどうなのか誰もがですね この人は閣僚の時素晴らしい成果を上げたっていうならそれは表になるわけですよもうあまり暴漠としてる感じだしああいう形での質疑応答は国会ではダメです本当に国政に行くならああいう逃げというのはやっぱりやめないといけないと。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック楽町チャンネルをご覧の皆さんこんにちは政治アナリストの青山和弘です 今回楽町トークのテーマはですね小池百合子さんが3回目の当選を果たした東京都知事選挙についてですまあ、結果がもたらす今後の政治への影響そういったことについてお話を伺っていきますゲストにお越しいただいたのはですね前回に引き続きまして前東京都知事国際政治学者の舛添洋一さん よろしくお願いします。どうぞ。えー、そして、えー、経済評論家でチャンネル登録者数60万人の YouTube ニュースのトラガーも運営しています常念司さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、すさあ早速ですけれども、まあ、今回の都知事選挙、まあ、小池百合子さんの圧勝という結果、そして何と言っても2位がですね、まあ、石丸信二さん。 そしてまあ立憲民主党から出てきた蓮舫さんが3位に沈んだということなんですけれどもこの結果についてまず率直にまず増枝さんからどのようにご覧になってますか。ああ基本的に小池さんが勝つというのはまあ予想通り、ね、だったのでまあそれはその通りになりましたと、はい、その選挙後の論評はなぜ石丸が伸びたのかということに集中しちゃってるんですけどもまあ逆に言うと。 あのそれ以外はあまり盛り上がらなかったと,と。そうですね。いうことでまあ56人も出てその票数見ればわかりますけど、うん、確かに53人が共闘金募集ですよ。うん、だから必要な水準いったのは上3人だけだったということです。そうね。史上空前の共闘金ボロ儲けという感じですよね。<laughs> さあ常念さんはどのようにご覧になってますか。はい、かそうですね。私の注目候補候補は誰かってもすでに言いましたよね。 はい。すでに言いましたよね。な、うん何でまた聞くんですか?。<laughs> 愚問です、ね。<laughs> 愚問ですね。それ <laughs> どうしてそんなこと聞くんですか?。これは何ですか石丸構文ですあ。はい。石丸構文って定義を言ってください。わ <laughs> <laughs>、まあ、そんな感じですね。あの、まあ、選挙の開票速報はね、もうゼロと出てしまったんで。はい、まあ、そこで終わったんですけど、その後、まあ、石丸さんがだいぶ面白かったですね。選挙後の、あの、各区。 メディアとのインタビュー古市さんのやつとかも注目されてますけど、はい、TBS ラジオのやつなんかもまあ出てますしね、うん、まあ,あとなんか今、ネットでね石丸公文とか言ってねサブウェイで注文できないとか言われてますけど、はい、<laughs> まあ,あれはでも見ててね、えー、多分石丸さんがなんか答えたら不利になることをああやってごまかしてるんだなっては見てて分かるんで。うん あえて言わないということは例えばほら古市さんが聞いた政治家と政治家の違いみたいな、はい、いやつもまあ答えるとなんか不利なんだろうなと、うん、そこの定義明確に言ったら不利になるのかなとかもしくはまあ,なんかあんまりちゃんと考えてなかったのか、うん、ごまかしているという感じがすごくなんかあって、うんあはい、都知事選が終わった直後の,あの石丸さんの対応舛さんはどうお考えですか、あのー、もうあまり暴漠としている感じだし、うん、まあ相手を挑発するようなところもあって。はい あの国政の場に行って広島行区から立ち,ちったいとかなんてこと言ってたようですけれどもあれ国政じゃ通用しませんああいう形での質疑応答は国会ではだめですだから本当に国政に行くならああいう逃げというのはやっぱりやめないといけないと、うん、あとこの既存メディアをこうあえてこう敵視することでまた自分のこう評価を上げたいみたいなものがちょっと見え隠れするような気もするんですけどね。 これから先はやっぱり本当に国政の場に行くならば自分の言葉できちんと政策を述べれるようにしないといけない、はい、もうあの選挙戦の時っていうのはもう暑いしとにかく票を取らないといけないから若干間違ったことであれこうまあ人をこう扇動するようなことを言うんですけれどもちょっとこれから先地に足をつけたことをやらないときついかなと思ってます。あとまあレオさんん位位ね、うん、3位じゃダメなんですよやっぱり <laughs> まあ結構、打撃が大きいですよね、<laughs> いやーこれ、立憲民主党の支持率まで半分になってしまったという、ですねすごいですね、守護神です、日本の。 <laughs> 株価も上がりましたから立憲民主党、衝撃を受けているい、ね、いや日本の守護神だ連合さんはと思いまちょっとですねそれぞれの選挙戦を、まあ、一つ一つちょっと見ていきたいと思うんですがやはりまあ圧勝した小池さんやはり小池さんは、えー、現職の強みを生かした横,横綱相撲だったという面はあると思うんですけど小池さんの選挙戦をまず増井、まあ、さんはどのようにご覧になりましたか。あの石丸さんとの比較で 決定的なのはです、ね、石丸さんが230回街頭演説やってる、はい、で確か小池さん12回しかやってないそ,で、ね、でそれは何かっていうと要するに現職っていうのはよほどその東京の経済がガタガタになったとか、うん、もう東京で大洪水を送って誰も救えなかったとかこういうことなくて順調に来てる。それはあの彼女が素晴らしいわけじゃなくて、うん どんなバカがやったって東京都は金がもううなってますからばらまくのはお二方やっても名知事になりますからぜひ次は狙っていただきたいんですけどってなければ何とでもって言てなければ何となくそうすると失点をほじくり返されることを避けないといけないそうすると公務ということを言ってのにそれで何にもしないとステレスということを言われているわけですね。それとともに 決定的なあれはね私なんかはもう何回でも昼間ずっと街頭演説やっててくたくたなってるのに夜は次はテレビ局次はラジオ局次はどの団体っても全校を引っ張り出されてやらされるわけです。うんはい、でそれやられると細かい点疲れる例えば学歴詐称の問題どうだとか、うん、そういうことを全部。 避けようとすると。しかも、まあ、集中砲火をね、間違いなく現職ならありますからねそ。そうなんです。ね、だから、公務を両に逃げたということで、これは非常に賢い。要するに、あらを隠す戦略をやって、それが成功したと。うん、構図がね、良かったっていうのも、結果的に見ればあったかもしれませんが、常念さんはね、やっぱり、その小池さんは、やはり、そうは言っても、私、パワーは落ちてたと思うんですよね。この選挙戦の前、うん、ね、やはり、東京・中国の補欠選挙、あの。 あのまあねえもとたけさんのもさん立てて負けたりとか目黒の補選とかですね散々応援に入って負けたり、パワーは落ちてたのに結果的に300万票に近づくぐらいの票を取った、やはり選挙戦がうまかったんですかねそのあたりどう評価されています。やっぱ他人の選挙と自分の選挙気合が違うじゃないですか。まずは自分は強いっていうのがあるでしょね。自分はまず強いっていうのがあるのかなと。それともう一つはですね私は彼女の選挙事務所を見てきたんだけれども完璧に。 自民党党公明党各をやっ大体で,ですね現職であれ何であれトップで当選することがほぼ間違いないような大物とか、うん、現職は新宿のど真ん中にドカーンと大きなの構えるわけですよ。うんはい、でそこに自民党の居場所もある公明党の居場所もある、うん、そして今回連合っていう労働組合の居場所がある、うん、そういう非常に大きなところを構えるで私の場合そうでしたから、うんはい、それで見て。 愕然としたん、ね、何じゃこれはっていう新宿の目,目立たないバスへにて置いてあってあ<ー>なんか蕎麦屋の家を借りてるような感じあ小さいんですねすめちゃくちゃ小さいんです<ー>そして一切自民党職も公明党職もないなそこに誰も出入りしてないだから私はつつましくやってますよっていう、うん、そういうイメージを出してつまり完全に自民党と組めば。 その裏金疑惑の自民党っていうことで、自分も汚れちゃうんで。それのシャットアウトにも成功したと思います、ねはい。なるほど。そうですね。ただ、やはり、あの出口調査なんか見るとですね、三分の二ぐらいが。小池都政を評価しているとも答えてるんですよね。やはり、この現職の強みというか、まあ。結構、このゼロ一八サポートとか。まあ、ばらまきというかですね。まあ、支援金も、まあ、そうやって潤沢な予算を使って、まあ。 実施したわけですよね。まあ、こうしたことは結局受け入れられたということなんでしょうかね。条例さんね。困ってないんです。皆さん。東京都民は。現状で満足している人が多いんですよ。だから、その現状で満足してるあなたは騙されてますみたいなところから、はい。本当はこんなにもっとよくある、なるはずだったのに、小池さんだとおかげで、この程度で終わっちゃいましたみたいなことを。ちゃんと立証しなきゃいけなかった。収益物件数ナンバーワン。不動産投資を始めるなら、楽待アプリ。楽待で検索。 やっぱ政策後出しじゃんけんにしてやっぱり蓮舫さんになったらどれだけ東京が良くなるのかってよく分からなかったし私、ね蓮舫さんの演説聞きに行ったんですけど結局、ね彼女はやっぱ業格なんですよねで行政改革がごめんなさい蓮舫さんの話になっちゃいますけど行政改革ってまあ無駄を削減するのはいいことなんですけど無駄を削減してじゃあ何が素晴らしいことが起こるのかきれいになれるんですか。 踊ってみんなで踊ってきれいだよってみんなで言ってたじゃないですか <laughs> 踊ってましたねあれでまたみんなドン引きしたって話ですけどねただ、まあ、蓮舫さんの話に今やるとですね、うん、ただその彼女が閣僚の時に行閣に成功したようなのかどうなのか例えば厳しいすコンクリートから人へと、うん、どうなったんですかとや、うんばダムどうなりましたかみたいな話になるわけですよ。うんうん、それで 誰もがですねこの人は閣僚の時に素晴らしい成果を上げたっていうんならそれは票になるわけですよ。うん、あの自分のことを言うのもおかしいんだけど、うん、厚労大臣の時に私は相当仕事してそれで結局あの当時次の総理にしたい人、うん、ナンバーワンっていうのはずっと私だったわけですよ。ねはい、だからそういうことがあったから、うん、私を除名した。 自民党が私を担いだわけですよ、すね、都知事選挙の時は、はい、そういうのがなくて、なんか突然、ぼっと出てきたっていうことは、うん、まあ古い歌を歌ってるわけですよ、うん、もう,もうあなたはその歌であのレコード大賞を取ったのと、取ってないでしょうと、うんうん、まだその歌を歌ってんのってことを言っちゃって出てきたから話にならないんですよ、うん、最初から。 あの古いい歌でで踊ってたというのが正解ですね <laughs> 実際のディスコブームの頃のね1967年初出の曲で踊ってらしたそうで、ええ、まあそんなのでねまあ踊ってお立ち台で <laughs> まあやられてたんでしょうあ,の、まあ私もねあの弁論部の,、えーまあ、あの学生でね弁論部やってる頃にですね「えー、プレステージ」っていうね当時ねテレ朝でやってた番組に何度も出させていただいたんですけれどもその時蓮舫さんねあの、うん、レースクイーンとしてそれに一緒に出られていて。 出てた懐かしいなみたいな、えー、岡本那須さんとか蓮子さんとかはい、はい、蓮子さんとかね結構出られててね、うん、まあその頃のだからもう思い出を、えー、そのステージ上でフェス状態で。<laughs> でもうそのフェスでもうみんなわーって盛り上がってるんですけど周りから見てる人はもうドン引きだったと。まあだからそのえっ、ー、と本当にそのまあなんですか内輪の中でこう盛り上がって終わってしまった本来蓮舫さんがやるべきことは石丸さんのポジションを狙いに行くことだったんですよ、ね。いやそうですよね。だから危ないそういう共産党だの活動家などとするんでんあんなもうわけわかんないことやってでしかもその R シールっていうのはあそこで配ってるわけですよ。こ活動家が、えー。しかもなんか結構は勝手に貼ったりもしてたらしいですよね。あれは蓮舫さんがハれとか命令したも じゃなくても自分の支持者がやってることですから環境美化に良くないんでやめてくださいみたいなことを言うとかね。うん いいんですけども運動完全に乗っ取られちゃってるんで、うん、アンコンコトローラブルなわけですよ、うん、でしかもあのシール貼った件終わってから記者会見で聞かれたら何のことですか知りませんとかで知ら切ったでででらたしょで、ね、最悪すすよ責任者ですからね最悪ですあれは、うん、いやすいません私が命令したわけじゃないんですけどもしそういうことあるんだったらちゃんと調べて剥がしに行きますからと貼った人剥がしてくださいねみたいなことを言えば好、うん、感度がアップだしはい、はい、動画でね一枚一枚蓮舫さんがこう炎天下剥があ大変」とかやったらこの人いい人じゃんってなると思うんですけどもそのアフターケアも完全に失敗しましたよね。 それとね政党やそのいろんな団体との関係っていうのは今おっしゃったように決定的に共産党の支援もらったっていうのはもうこれで最初から失敗なんですよ、はい、つまり共産党嫌いな人の方が圧倒的に東京都民に多いんですんで要するにですね私が蓮舫さんの前でアドバイスするとするとあなたは共産党と連合どっちを取りますかと<ー>立憲民主党は連合ですから 労働組合の総本山が小池のほうに行くっていうことを何にも思わないのかとだから共産党からもらう票と連合が離れていく票との差を比べてみてくださいもう決定的にこの国政に対する大きな影響っていうのは共産党を取るのか連合を取るのかの失敗が大きいと思い、うん、ます、あ。 そういうイメージもついてしまって、まあ、無党派層まで、ね、ほとんど蓮舫さんが取れなかった出口さ査によると,、ね、そ,とそもそもだって立憲民主党の2割が裏切って小池さん入れれてるわけですこれまさに増尾さんが今おっしゃった共産党来たんで立憲の支持者が小池に逃げてしまったと。うん そうですよ、ね、いうことですよね、えー、もう最悪じゃないですか、えー、なんでこんなことやってしまったんだろう、えー、やっぱ踊りたかったんですかね <laughs> いやいや <laughs> 綺麗だよみたいな話ですかねどういうことなんでしょうね <laughs> そういう意味で蓮舫さん票を伸ばせなかったということだと思うんですけれども一方でね、そういったあの、まあのま無党派ではトップは実は石丸さん、うん、で10代20代も出口調査だと石丸さんがトップだったということでやはり今回本当に蓮舫さんが取るべきだったまあリセット願望が小池さんの都政に対するリセット願望がある人の票が、まあ、石丸さんに逃げたということだと思うんですが 石丸さんの選挙戦はどのように評価してますから石丸さんの選挙戦はね、基本的にあの空中戦です、うん、やっぱりネットを活用してね、はい、やったと言われてるんですけど、ただね、うん、あの選挙参謀の藤川新之助さんはね、さすがあの、場の力を最大化することにはたけてるんですよ、はいで、藤川さんがね、コンサルしたからといって100、100%勝てるわけじゃないんです、でもその人が藤川さんなしでやったときよりは、ある程度は積み増しするんですよ、うん、でそれは藤川さんがやっぱり、周りのポジショニングですよね。 うん、絶妙なところに持ってきてで本人にこういうところを強調しるとかこうアドバイスをされるんですねで今回それがもう本当にはまったなと。なるほどというのはその石丸さんの対抗になるようなですね、うん、まあそれこそ維新でね参議院議員やってる音喜多さんが辞めて出ますとか、はい、そういうのがなかったんですよ本格派がいなかったと、ね、であと他まあ出てる人ちょっとご覧頂ければ、まあ、それぞれねんていうんですかこう持ってますけど持ってる人たちですけどんかこう不動票を取れるようなちょっとパワーが。 そうないですよね、えー、で石丸さんはその、まあ、ネットの知名度を生かしてですね,ねなおかつそこのこうこうスポットですよねその共産党じゃないんだけど何か改革してくれる人左に寄りすぎてなくて改革してくれる人、うん、いわゆる希望の党ですよね希望の党って小池さんがやってたんですけど、えー、希望の党にいきそうな票を石丸さん取ったとだから維新の支持者が割と石丸さん入れたんですけどそ,うでう、ね、そこのポジションにはすごく上手だったなともともとそういう維新に入れる票を取ってあの柳瀬さんとかね小野泰輔さんとかあの辺の選挙をやってたのは藤川さんなんで。なるほど 全く同じ戦法やって石丸さんがこうスポットハマったと逆に言うと藤川さんと和解して維新が誰か出してたら言ってた可能性も あるかなと思うんですけどね。ねまあ、間違いなく食い合ってたですよね。と思いますね、はい。しかしですね一方で私もまあ石丸さんの演説聞きに行ったんですけれどもひ非常にこうふわっとした期待感、東京を変えましょうとか経済が強いんですみたいなアピールはあるんですけど具体的な政策をじゃ語るかというとですねまあ時間も短かったりもしてあまり語られてなかった印象を受けるんですけど。いやあの言いましたよ具体的な政策は。え <laughs> もう最初に言いましたよ。ぐもんですね。愚問ですね。<laughs> なるほど最初に言ってますよ。<laughs> <laughs> なるほど。松尾さんはその辺りはどのように。 まずねこの得票数を見たら分かるけど石丸と蓮舫を足したら小池より若干上なんですあ<ー>つまり仮に石丸が出なかった全部それが蓮舫票に、まあ、行かないけど行ってれば勝ってる可能性はあるわけですうん、うん、だからやっぱり石丸効果っていうのは今回選挙非常に大きいしやっぱ小池も蓮舫ももう古いんですね古だるきと古きつねっていうかやっぱり新しいぴょんぴょん飛んだり跳ねてくる 若いギみたいなのが出てきたのが石丸だろうっていう感じがするんです、えー、そしてあのいろんな批判はあったけれども結局みんな行き場がなくていや小池も嫌だ蓮舫も嫌田茂神さんももう年だしまたかっていう感じで,で、ね、庵野さんもまああんまり知らないなとうん、うん、そうすると、まあ、マスコミ効果であれだけ名前がどん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 出てきてるそして SNS の発信があるそうするといっぺん見に行こうかっていうような形で。 え全国から彼の顔を見に演説会場に来るでそれをまたマスメディアがあの報道するということで増幅効果が非常に大きいですねそうじゃなければ蓮舫とこれだけの差はつかないような気がするね。 まあ石丸さんはよくあのメディア取り上げなかったってね選挙終わってから言いましたけどやはり伸びてきてメディアも取り上げて SNS の相乗効果がね間違いなくあったと思います石丸さんはねネットでというかねあのリアルでやったことをネットにフィードバックするのが早かったんですそれは YouTube の収益構造にすごい近いものがあってあれ、石丸さんでこうタイトル入れるとね数字取れるらしいんですよ自分でその切り抜き石丸さんのやってその広告ね取れるじゃないですかでそういう人たちがわーっと石丸さん群がって。 演説会場って取ってすぐにもうその場で数字になるから広告料を稼げると広告料を稼げるから人が来ると、はい、人が来てまたやるからそれで盛り上がってっていうののこう相乗効果が最後、それがまああの地上波も無視できないぐらいまで大きくなったということだと思うんで、まあ、そういう意味ではそのまあやり方としては上手でしたがでもやっぱり及ばなかったのは本格派の,その閣僚経験者のガチの政策できる人じゃなかったんですよ。なななるほど政策についいてはさっきき言言ましたよね、うん、なんでもう一回言わなきゃ ねね、そんんなな感じなんですよ、ええうん、だからまああれはだ島田さん自分で弱いってそこは分かっててああいう感じの対応してるのかなと僕は見てて思ったんですけどあれはだから最終的にあれが有名になってじゃあこの人何なのって見に行ったらあれだったんでえっ、ー、って人がちょっと今出てるというのが最新の状況かなと僕は思うだからその経済の専門家私だけですというけどそれはまあ,あんた銀行員だからって言って経済の専門家と言っていいんですか、うん、それはそれはね,ね財務大臣やったりとか金融担当大臣やったりしてとか あの要するにそういう財務省で政府の交換やったりした人が言うんなら分かりますよ、ね、日銀副総裁だった人が言うっていうのはだけどちょっと待てよっていう感じなんでその重みがない。 そに,ね、非常にふわっとした期待感にその点については、ねはい、僕も昔、銀行員だったんで日本長期信用銀行というのを務めてたんですけど、まあほんの短い期間ね、はい、でも、増枝さんおっしゃる通りで銀行員で経済のことってほとんど勉強できないです。<ー>はい んはアナリストだったってことをや強調してますけどそれも、まあ、アナリストもだめですね、す実際に投資してない人ですからうん、うん、僕は、ね、経済のことを一番勉強したのは自分自身で投資を始めて儲かんねえなと、な、うんでだろうと思って理論をちゃんと勉強したんですうん、うん、で理論通り投資したら儲かりましたっていうので実践する経済評論家ということでやってるわけでですもそのアナリストっていうのは自分でリスク取らないでなんか適当にレポート書いてるだけでしょ、はっっきり言ってそれで経済を知り尽くしてるというのはさすがに言い過ぎだと思いますね。うん、なるほど、はい 収益物件を高く売るなら楽町の一括無料査定収益物件の販売に強い会社が100社以上も登録査定依頼もスマホ一つで簡単楽町の一括無料査定 そしてまあ今までまあ上位三人の候補者を見てきましたけれどもまあそれ以外の候補者の得票数もちょっと見ていきたいんですがまあ玉神さんはやはり今回はこのこんな感じですかね,ね半分以下ですね前回そうですね、うん、やっぱりあの選挙違反の問題とかが前回あったってことも響いたのかなと思いますだから私が出た時きカレーも出てて60万票取ってたからもう朝に半分以下でもう少し伸びて小池さんの票を食うとするとこの人が 補修の表を食っちゃうんですすけどそ,す、ね、それがなかったです、ねで,すね、で、この安野さんの15万票はこの安野さんはまあ基本的にインターネットだけであって15万というのはやはり結構取ったんじゃないかという評価がかなりありますけれども。 ででも15万ですから、ね、まあ,<の>あの勝負に絡むようなあれではないですよね。安野、ね、さんは前にも言いましたけどあのこう選挙出るんじゃなくてあのその自治体をその豊かにする AI のね仕組みをもうお作りになられてうん、うん、どっかの自治体でやったらいいんですよ。まずは AI でボロ儲けした後にそういうまあ社会活動みたいな形で、うん、AI のシステムどうぞもう自治体でただで使えるような仕組み作りましたみたいなので、はい、やられたらいかがかなと私は前から思ってるんですけどね。うん あととちょっとネットという意味ではひまそらあかねさん、はい、顔も全く出さずにポスターも貼、ねうん、ってないだけどこう11万票というやっぱりこれもネット社会、SNS 社会の、まあ、申し子的な候補者かなと思いますけれどひまそらさんの公金中中批判についてですねこれどのように,ご覧になっちゃいまいやこれはわ割と評価してるんですけどね住民監査請求でやったらその,なんかのり弁みたいなのが出てきてこれも返させるんだということで頑張ってますよあれ勝っ,、はい、ったってこと自体が、ねうん、普通、勝てないんですけどね。 勝ったということ自体はすごいなと、うん で、まあ、あの、実際に、その、npo なんかを使ってね。まあ、福祉という名目で、いろいろアウトソースするんですけど。うん、まあ、当然、それは、その、まあ、なんていうんですか。まあ、補助金もらってやってる仕事って、かなり、その辺グレーじゃないですか。他にも、まあ、これに限らずですけどね。はい、福祉って、なんか、ちょっと、いいことやってるから、少しタブーみたいなところがあったんですけど。うんうん、そこにも、こんな闇があるよっていうことは、まあ、暴いた点では。ですねそれ、闇ありますよね。ね<え>そこは、そこでね。思ったんですよ。まあ、儲かる、ね、部分がありますから、ねそう。まあ、儲けちゃいけないってことじゃないんですけど、うんうん、でも、なんか、その、まずくないですかと。うん これはさすがにちょっと過剰請求なんじゃないのみたいなところを明らかにしたのはすごく評価できると思います,、うん、す普通は勝てない裁判勝ってる人なので、うん、そこは高く評価したいなと思うんですがちょっと事実,実,実っていうかそのあの敵認定してなんか攻撃し始めると。うん それちょっと違いますよとか言ってもなななんんか聞か聞くてずっっととやっちゃうようなところがあるんですよ結構石丸さんは今回攻撃した、ね、石丸さんはもう,もう石丸さんが出るから俺は出るぐらいの勢いで多分来たと思うんですけどす、ねはい、あと和也君もなんかね YouTuber の誤爆しちゃったりとか、うんえー、和也は石丸推しだとかいや全然推してないですよ和也 <laughs> 全然推してないのに石丸推しだとか言ってちょっと誤認されたりとかいうこともあって <laughs>、うん、そこはねちょっとあの敵を作るよりも味方を作った方が良かったかなと思うんですけど。だから本来ははこれはその きちんと大きなメディアの記者がやるべきことなんですよだから都庁の記者クラブはまあ私が言ったんじゃなくて、うん、ある大きな新聞社の社会部のボスが、うん、私が苦情を言うとちょっとひどい記者が多すぎると勉強もしないじゃないかって言ったら、うん、知事すみません期待しないでくださいあれはバカの集団です、えー、<laughs> それはすごいな <laughs> 大きな新聞社の社会部中はすみませんバカの集団なんでお許しください、えー といいいうぐらいに勉強してない <laughs>、えー、つまりですねそ,のそういう問題があったら暇のあかりさんに頼むんじゃなくて自分で調査報道をやってやるべきなんですよ。はいはい、とかうそういうことを全くやらないで政策の記者会見をやった時質問ゼロなんですよで。こいつらは何やってんだろうと思って昔はね社会部都庁担当記者っていうのは 東龍門だったんですで、もう、まあ、例外もいるかもしれないけど今はもう何かここで12年過ごして次どこに行くのかなっていう対価なく過ごせばいいじゃないかっていう。 感じになってます。あと宇都宮さんが六番ですけど、宇都宮さんはあまりこう知られてないようなところありますけど、お医者さんですよね。まあワクチン反対ということで、まあちょっとか一方変わった、うん、お医者さんっていう。でも一定のやっぱりこのワクチン反対まあコロナの問題以降こう,こうそうしたあの人たちを支持するグループっていうのはやっぱりあるっていうことですかね,すね、うん。そういう仲間がこれぐらいいるってことですね。まあ正確に言うとですね、あの賛成党にもともと。 まあ結構ね近い人だったんですけど、うんはい、今回、参政党の神谷代表はですね玉神さんを捨してるんですよなるほどで内海さんと神、えーまあ、谷君が別、まあ、れて戦ってるみたいな感じですで内海さんが全然振るわなかった理由はですね、うん、選挙期間中か選挙前かな立候補を証明した後にですねある対談であの皇室について大変不敬な発言をしたんです内海候補が。あ候補が<ー>で本来だったらその、まあ、右の人が応援するんですけど皇室に対してお前何を言ってるんだということで かなりそれが炎上しまして勉強しないでですねその辺に転がってる皇室なんちゃら説みたいな飛びついちゃいけないんですよ。なるほどちっと正記日本書紀に書いてあることが日本の精子なわけだからちゃんとだから日本書紀読んでやらなきゃいけないのにその辺の俗説をちょっと引っ張ってね俺はこんなことしてなみんなやってかなり炎上されたんで私はちょっと内海さんのワクチンに対する考え方一切私はいいとは思いませんしどうかなと思ってましたけど今回の件でよりこの人どうなんだと私も思いましたからね。 それがまあ割れて、まあ、玉上さんの支持の方がまがそれで多かったのかなと。うん前半最後のじゃあ話題としてこの都知事選後の都政についてちょっと、まあ、あの考えて終わりにしたいと思うんですけれども小池都政がまあ続くということになりますが3期目。 まあどう期待するのか期待できないのか松添さん、どうお考えですかか <laughs> いやだから今あのコロナも終わって景気が良くなっているんで法人利税はたくさん入ってきますからまあ相変わらずばらまきができるということなんですけれどもあの例えば私私立高等学校のまあ無償化これも金があるからできるんだけどそれでいいんだろうかっていう。 ことですだから何でもかんでも無償にしてそれでいいのかっていう議論もやっぱりやらないといけないそれと、そのもうやっぱり私はもう3期は長すぎると思ってるんでアメリカ大統領みたいに2期で,2期でいいと思ってるんですってのはやっぱりね、権力腐敗すするんですよで長期権力は長期的に絶対的に腐敗するんで役人がもう,う要するにあの文句言わなくなる。 でね、でしかもあの厳しく改革しろって言うんじゃなくてここまで成功成功というのはずっと8年間もやれたのは役人のほとんど丸飲みしてきたからそうですよ、ね、できてるんですやったのはプロジェクションマッピングとか、まあ、そんなに額の大きくないそうすると結局まあそのルーティンでやった時に、うん、あの突然不景気になったりとか突然なんか大地震のようなことが起こった時に対応できるのかなという。 ことなんで例えばですね私がやってたのは役人の中でチーム A とチーム B を作ってて、うん、通常は A でいいんだけど動,くなった動かなくなった時にチーム B が働けるようにずっとしてきたわけですそうしておかないと今もうチーム A しかないと思うんです。なるほどであの批判的な人はごそっとやめてますから、うん、官僚が。うん、そうするとチーム B 的な発想で 対応しないと東京がだめになるっていったときに彼女がそれにできるのかどうなのかなということが若干心配ですね、うん、だいぶ小池さんのこういわゆる独断選考みたいなのが目立ってきているという批判はありますからね,ねさらに強まる可能性がありますよね。ええ、あとです、ねまあ、この選挙で 勝ったことによっってやっぱりこの8年の政策がある意味認められたという評価になると思うんですが1つお伺いしたいのはこの太陽光パネルの設置義務化などもねまあでもね太陽光パネルはやっぱりそのもちろんその環境地球温暖化対策という意味では悪くはないんだけどまあ例えばそのパネルが中国から輸入されている問題もそうだしあと防災対策として本当にああいう,こう液状化の可能性がある水害があると可能性があるところで設置していいのかという問題も別途指摘されてますけどそれ。廃棄する すすするるにものすごくお金かかるんです大変なつ、ね、けた人が300万円ぐらいか,か,かけないと、はい、あの要するに処分できないんですうん、うん、そういうこともあるんでただ私は都知事やったから分かるんだけれども環境担当の者がいる何の担当の者がいるそうすると自分のところに予算取りたいわけです、うん、と小池百合子は何者かとあ環境大臣やったそれでごますれば。 このな言うことを聞くなっていうことなんであの都知事、環境大臣でしたね、いや素晴らしかったですね、これをもっと東京都で国より先行的に進めたらどうですか <laughs> 先にしてね、これはもう、この暑いとろに、ね、太陽光発電やると、もうお湯がどんどん出るし、大変いいですよって、これはですね補助金与えて、もう一斉にやら,やらせればいいですよ。で、はい そういう役人の裏に何がいるかっていうと太陽光発電の設置すするる業者がいるんでするそれでその人たちは結局そのこの前も言ったと思うけども、うん、天下り先へ山ほどあるんだけれどもうん、うん、それに加えてそういう企業に就職できるんですよ。なるほど 国家公務員ほど縛りが厳しくないですからす、ねまあ、だから私が都庁の職員でもう例えばおもう50度過ぎて局長だなとそうすると次見たときに、まあ、最初の34年は天下り先が決まってるけどそっから先召飯食うためにはちょっとここでやっぱり太陽光発電の業界と話しつけた方がいいとそうするとこれは小池騙すのが早いなということであるわけですよ。もううう全部そういう人生設計が 役人ができやすい職場ですから、うん、あのそれ引っ掛けまれると私ち見たちみたいに後ろからガスっと刺されるというまは小池さんが判断しちゃえばもうそれが通っちゃうわけですからね。いいことねっていうように持っていくんだからめちゃくちゃうまいんですよ頭いいから<ー>都庁の職員も。増添さんの前任の、ね、猪瀬さんも福までんだと、うんねね、言ってましたけど、うん、この二人刺そうとして逆に刺その,、まああのまあ、少しだけですけど、まあ、レガシーみたいなのね。 石丸レガシーみたいなあるんで、はい、これを生かして、なんか次のことをやろうと思ってる参議院の東京で出るっていうのは、一番当選する可能性があって、自民党から出たって、うん、別に問題ない、<ー>候補者狩りですよ、つまり、この人連れてくれば、票が集まると、石丸を取り込むっていうのもあり得るうる、ん、っていうとあの、石破さんがトップに来てるけれども、これはもう党内、まとめられないですよ。 今回石丸さんが割と言ったのでそうか知名度ない若手の方がかえってなんかフレッシュでなんかそういう裏金とか関係ないみたいなイメージエンジになるといいかもしれないみたいながぜんですね小バホークこと小林隆之さん49歳なんかすごい注目されてると。うん